DJ トミーのビーズ TV。 マテリアルズが入ってますね。はい、ということでですね、本日は北海道のね、札幌にあるカナリアさんにお邪魔してます。ということで4階フロアでね、あのトビーもいつもお世話になってる赤澤さんに本日はご案内していただきます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ中早速よろしいですか。はい、入りましょう。じゃあ1階からはい、あのなるべくお客様映らないように紹介していきたいと思います。はい、ご案内します。わ、早速ですけどハンドメイドのお店カナリアへようこそいらっしゃいました、書いてありますね。おー、これすごいな。はい、じゃあ早速いやもう今も秋物なので、はい、あ、そっか、今もう秋の。1階は何のフロアなんですか。1階はですね、基本的にはコットンプリントのフロアになっております。はい、あ、コットンプリント、はい、トビーちょっと全然わかんないですけど、コットンプリントってどんなものなんですか。綿の生地の、はい、まあ、お洋服だったりバッグだったり、はい、そういったものをメインでデニムだったりだとか、ね、朝とか、そういったものをいろいろ扱っております。はい、じゃあで秋物ですね。これ秋物なんですね。この辺もリネン、コットンですけど、この辺も秋物で、素材はリネンとコットンですけど、はい、もう色合いがだんだんと秋物に、あ、季節に合わせてやっぱりこういうものっていうのはあの中が変わってくるんですか。そうですね。このあたりとかだんだん渋い色になってきてますね。この辺は洋服を作ったりバッグを作ったりする生地なんですね。はい、あ、そうです。ちょうどあちらでなんか生地をカットされてますね。畳んでますね。お、なんかやっぱ手際がやっぱいいですね。やっぱりね、やっぱプロの方がされてるから。はい、はい、じゃあ続けて、ここは何ですか。ここに来ると、はい、またちょっと変わった。パジャマ？パジャマじゃない。ワンピース。でも長い、長いですよね。でもこれもパジャマじゃないですよ。シャツワンピース。あ、シャツワンピース。ワンピース。あ、トビーこれ知ってる。あ、もうこの人なんかすごい有名ですね。そうです。はい。あ、これも生地になってるんだ。なってるんですよ。と韓国の。え、韓国の生地もあるんですか。ヌビ。なんかこれ特徴が、でもさすがにこう4階フロアの赤澤さんにこう特徴を聞いても。いや、でもこれキルティングを施してある、韓国だと夏用の布団だとか敷物だとか。これもなんか面白いですね。これももう女子たちには人気ですよね、このポコポコした感じ。え、何これ、ポコポコした感じ。結構洋服もバッグも、はい、あ、そうなんですね。自分で好きなデザイン作っています。ありがとうございます。はい、いや、え、1階フロアはこういう生地が、もう生地がメインです。うわ、すごいな。でこちら中はキャラクターですね。はい、うん、あ、これキャラクターの生地なんですね。キャラクター中側に入っていただく。もう今はどんなキャラクターが。おお、こういうね、うん、いや、入園入学とか。これめちゃくちゃ人気です。これ、あ、本当かわいい。かわいいじゃないですか。すごい、カバン屋さんのキットとか。あ、本当だ、カバン屋さんのキット、ベビーとか。うわ、ここはもうハンドメイドする方が、もう生地を買いに来るならもうカナリアさん本店と。そうですよ、特にこの1階の生地の量の多さ、これも最大級ですね。北海道最大級ですね。間違いないですね。間違いない。え、赤野さんなんか映っていってるとなんかさっきから入ろうとしたら避ける傾向にあるけど気のせい。大丈夫大丈夫。そんなことはない。じゃあこちらへ。はい、お願いします。いらっしゃいませ。いやいやいや、あ、ここは畳のヘリ、ヘリ、そして無地のコーナー、はい、そしてこっちに来ると、あ、ここはハンプですか。そうですよ。へー、素敵でしょ。すごい、あ、こういうレザーと合わせたのも素敵ですね。うん、あ、ハン、この向こうは全部ハンプなんですか。全部ハンプ、全部じゃないけれども。あ、トビー知らなかったけど、こんなにハンプって種類あるんですね。ハンプ種類あるし、無地ハンプも号数によって厚みが違うので、やっぱりそれぞれ。へー、あ、本当だ、8号ハンプって書いてある。あ、そっか、だから無地なんですね。そうです、無地の生地ばっかりが置いてあって、向こうは柄の生地があるんですね。医療系、こっちはもう資材系。じゃあ続けていきましょうか。ここも無地無地。そして、はい、ここに和のコーナーですね。和柄、和柄。あ、しかもここの子すごい日本風。あ、結構海外のお客さんも最近は増えてるんですね。増えてきてますね。そっか、あ、そうか、旅行とかで来られる方がね。先ほどもなんか4階のフロアにもいらっしゃいましたもんね。いらっしゃいました、いらっしゃいました。最近は多いです。
そっか、すごい。もう向こうの方もやっぱ手作り好きな方が多いから、生地を普通に作り方のなんか提案とかなく、生地だけを買ってかれたり、生地だけを買ってかれるお客様も多いです。本当にこれなんか完全まさにすごい。だからこういうの好きな外国人、いやでもなんかこういうのなんかいきなりイタリアとかで来てほしいですね、うん、なんかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいっすよね。トビーもいかがですか。いやトビーはちょっと今の今の DJ トビーの空気をちょっと貫いていかないと。あ、このパターンもあるんですね。パターンはもうこの品揃えの多さ、すごい。これ向こうまで全部ずらっとずらっとずらっと、うわすごい。何このデバース、ないものはないんじゃないかと。道具者さん、うわすごい。いやこれはすごいな。これもう歩いてるだけで、うわすごい。何か作りたいと思った時に、まずはちょっとパターンを見ていただいてっていうのもありかな。でもなんかビーズと違ってこのレシピだけ、うん、こんな、でもそうか、洋服の場合は型紙っていうのが存在するから、うん、このレシピだけっていうのがいっぱいあるんですね、うん、あるんですよ。そうか、型紙を買って生地を買ってそれで作るんですもんね。先に生地に見とれてしまう場合もあるので逆でもいいんですけど。確かにね、うん、確かに素敵な生地を見つけたから、どれ生地でスカートなのかシャツなのかっていうのもあるし、パターンで入るっていうこともある。すごい、うん、いやいやいや、お、これ、あ、これトビーも仲良しの、そうです、そうです、あのハンドメイドカンパニーさんのそうです。うわー、ここにあるじゃん、ね、え、早川さんあるよ、ここに、ここにあるよ、ここにね。ということで次行きましょうか。上がりますか、上に。はい、いいですか、上がりましょう。いやもうすでに1階からすごいですね。あ、ちょっと映させてもらって、こんな感じになってんですね。あ、ここはまた洋服のフロアなんですね。完全に衣料品の洋服のフロアですね、はい、ちょっとまださっきのと区別がつかないですけど、さっきのはバッグとかコットンの服地、うん、はい、ここはウールとか銅線とか、はい、あ、そうです。じゃあ下はキルトとかいろんな方も、いろんな生地の、うん、基本的には、はい、天然繊維のフロア、はい、ここは合成繊維のお洋服なんかも扱っているので、すごい。生地の色とか柄とか素材からも全部違うっていうか生地の量、僕何遍も来てるけどこんなに中見たの初めてですけど、こんなにこんなにあるんですよ。こんなにあるんですか。あるんですよ。でここにもやっぱり秋物ですよね、はい、お洋服。うわすごいっすね。ここから見たら色綺麗ですよ、この壁面の壁。本当だ、すごい。あ、ここにもこの子いますね。そうです、この子はあの大人気なんですね。どこのフロアというこのモハモハみたいな感じが、あ、すごい。ポコポコですね。あ、ポコポコ。あ、ポコポコって名前なんだ。ポコ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 。かわいい。じゃあここは洋服作る方は結構このフロアに来て、そうですね、見られる方が多いってことですね。本当に洋服の純粋に。でも奥へ行くとまた違うものもあるので。でもきっとこれだけやっぱ生地が多いってことは、やっぱこうカナリアさん発祥は生地なんですね、うん、きっとね。そうですね、もともとは生地のカナリア、きっとそうですよね。そうです、そうです。だからやっぱりこう生地がこうメインで、メインで、あ、これかっこいいな、いいですよね。これが生地のメーター数、そうです、必要なメーター数と、そうです、値段。こんなかっこいいのが作れちゃうんだ。パターンもここにあって、すごい。定番のチェック。でもやっぱりこういうなんか自分で作るって、なんか世界にこうこれの色違いとか作れちゃうわけですよね。もちろん。ここのゴブラン織り、ゴブランですね。今じゃゴブランもスカートにしたりだとか、はい、バッグとかインテリアだけじゃなくて、かっこいいじゃないですか。うわ、これすごいな、すごいかっこいいと思いますよ。これ半端ない高級感ですね。半端ない高級、柄もすごいあるんですから。え、こっちに柄もすごいありますよ。うわ、全部ゴブラン生地ですよ。これで作るってすごいっすね。いや皆さん、なんかこれビーズのね、あの好きな方しか見てないかもしれないですけど、
こういうのなんか面白いですね。でこの熊さんのこの辺にだけちょっと黒いビーズとかね、ちょっと刺してもらって。でバッグに、ね、余計なこと言ったな今。仕立ててね。はい、ビーズをプチプチ刺していく方は本当に多いですよ。いやーすごい、ゴブラン彫りみたいなのもこういうふうにできるんだ、うん、もう赤澤さんも一言で言うともうこう生地のデパートですね。そうですね。いやこれすごいわ、こんないっぱい生地あるんですね。こんないっぱい生地あるんです。でここに来るとまた、はいはい、全然さっきの医療とは違う。はあ、こういうのは何使うんですか。いやもうこれはもう特殊生地なんで、ダンス踊りでもいいですし、ね、衣装を作ってもいいですし。衣装とかそれに使われるんですね。そうですそうです、コスプレとか。コスプレとか、うん、へー。あ、これシャンタンってなんか僕がよく入れる中華の、そのシャンタン、そのシャンタン違う違う、まあまあ同じ型紙なんですけど、そういうシャンタンってよく分かったな私。オーガンジー、オーガンジーって有名ですもんね。オーガンジーあります。はい、でレースがあって、レースがあってちょっとね、レースね、看板大きい曲がってますけどね。ここはい、ベロワ、あ、これベロワと言われ、あ、ベロワとか言いますね。言いますよね。すごい、もう何でもあるんですね。そしてこっちに来るとエコバッグ作ったりだとか、ちょっと濡らしたくないなっていうものとか、はい、そういう時に使っていただけるような生地で、奥ラミネート、もう何かわからないです。ラミネート触ってもらうと、あ、この生地かっていう。わかるわかるわかる。もうバッグとかね、はい、テーブルに引くとか、ね、クロスとかね、クロスとかそういう感じですね。あ、ここはもう完全にテーブルクロスもある。テーブルクロス。これなんだろう。あ、これはオリジナルパターンです。うちの会社で作ってる。これはパターンなんですね。そうです。うちの会社で作ってるパターンがこのカナリアオリジナルパターン。すごー、うん、いやいろんなのあるんですね。でここさっきのところに戻ってきたんですね。戻ってきたんですけど、はい、フロアが違うのでまたちょっと違うんですけど、はい、まあ、ここにはこれからの、まあ、年中ファーのボア気持ちいいあんまり触ったらねあれですけど。でここはインテリアのコーナーなので、はい、カーテンのオーダーを受け付けたりだとか、はいはい、っていうこともしてます。あ、カーテンもこれオーダーで？オーダーで受け付けてます。知らなかった。ちゃんと遮光カーテンも選び放題なので。本当だ、遮光の光がちゃんとここなんか光になってる。これピカッとしてますよね。ピカッとしてる、ピカッとしてますよね。すごー。え、こんなから好きなのを選べるみたいな。いや、あのちゃんとしたこう、あ、見本帳がやるんですね。見本帳がたくさんあるので、その中から選んでいただいて。いやー、今期間限定でオーダーカーテンも半額。期間限定オーダーカーテン半額、メーカー限定ということで。そうですよ。いやー、え、これなんかさっきとまた違うとこですよね。また違うフロアなんですけど、ここ内容も違います。すごい違うものがこんなにずらう。いやー、すごい、ずらっと並んでます。これはすごい。お洋服のオーダーもここでね、あ、受けてるので。洋服のオーダーもあるんですね。そうです。すごい。カーテンとかだけじゃないです。いやー、びっくりしました。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。では次の3階のフロアへ、はい、3階は洋裁用具と付属品のフロア。はい、でも若澤さんはもうずっといろんなもののご担当されてこられたんですか、これまで。そんなことはないですよ。いろんな生地とかいろんな生地とかもやってますけど。そうなんですね。ビーズ生地系統ですね。さて、ボタン、あ、ボタン、ワッペン、ボタン、うわ、ボタンもこんなにあるんですね。そうなんですよ。いやすごい、もうこんだけボタンあったらどれ買ったらいいか分からない。大丈夫です、ちゃんとコンシェルジュがいるので。トビーもね、こういうボタンを、はい、なんかこうジャケットのボタンを変えたことがある、うんうん、どれかな、こんな感じかな、こんな感じなの。これなんか金ボタンとかで変えて、ね、なんかちょっとなんか高級感だろうかなと思ったことある。あ、そういう意味ですか。なくしたとかではなく、はい、そう、なくしたであえて変えて、あえて変えて、あるある。うわぁ、こんなにボタンあるんですね。ちゃんとボタンも合わせてくれる専門の方いますので。でもきっと、うん、さっきもお話したけど、生地屋さんだからボタン必須ですよね。絶対必須。だって洋服作るってなったらね、ボタンいりますもんね。バッグとかも作るのもこういうなんかボタンないとね。シャツのボタンだったら割れてしまったりとかしたらシャツボタンもあるし。へえ、クマさんとかあるんですね。もうこれはもうずっとイニシエの時代からあるので。へえ、そうですか。いや、
ボタンもこうやって見るとすごいですね。すごいたくさんあるんです。でくるみボタンもここでオーダーを受けてるので、うん、自分の好きな生地、はい、あ、くるみボタンってそういうことですね。くるみでできたボタンじゃなくて、その食べるくるみ、まさにあのくるみボタンってやつですね。くるみボタンってやつです。くるみボタン、ここでオーダーができるんですか。できます、できます。くるみボタン、ファスナーカット受け付けてます。本当だ。じゃあこの生地で何個作ってくださいみたいな。そうです。少しお時間いただければもう本当にすっきり、あっちに手ぬぐいのコーナーが新しくなったりだとか、ワッペンとか手ぬぐい、手ぬぐいのコーナー、手ぬぐいがあるんですね。まあ、手ぬぐいも生地ですもんね。生地です、生地です。もう手ぬぐいとして使わないで生地として使っていただいてよしです。あ、なんかこうやって飾るのも素敵ですね、うん、あ、素敵。僕ね、一回ね、手ぬぐいのことについて聞いてみたかったんですけど。そんなに詳しくないですけど大丈夫ですか。手ぬぐいって、うん、なんか端の方って処理されてなかったりするんですか、はいはい、端の方ってこっちじゃなくってこっちですよね、うん、そうそうそう、あ、もう しないでもう縫ったりとかしたらもうそこのとこ熱くなっちゃって意味ないのでさっと乾きやすくならないから。 そこが手ぬぐいの良さなんですよね。ちぎった状態でですよね。いいんですよやっぱりな、うん、なんかトビーもなんか、あ、こういう感じなんですよね。そうです、そうです、手ぬぐいってね、それが良さみたいな感じなんですよ、ね、そうです。もうこの乾きやすさったら本当に今時期。それ僕もなんかね、東京の手ぬぐい屋さんでなんかそういうの聞きます。それで洋服を作ってみたら、やっぱりすごい乾きやすくてよかったって。本当にあっという間に乾く。いや、手ぬぐい、もう本当に生地といえばないものないんじゃないですか。うん、まあ、そうであってほしいかないや、もうこれ何でもあるでしょそしてファスナー。あ、本当だ、ファスナー絶対いりますもんね。絶対ファスナー絶対いります。お洋服でもバッグでもポーチでも、あ、やっぱこういうのもね、スナップ、うん、絶対に必要、いりますもんね、うん、いります、いります。で、奥はファスナー、ファスナー、いやー、すごいわ。そしてもちろん必要なミシンが、ミシンが、すごい。いや、ミシンもなんかいっぱいありますね。ありますね。これなんだろう。これはスキャンカットっていうカッティングマシーンです。スキャンカット、うん、カッティングマシーンです。あ、生地をカットするんですか。生地もカットできますけど、紙ももちろんカットできます。そうなんですね、うん、で、ここにこれミシンが、これもなんかすごそうなミシンですね、これ、ね、え、これこんなのができるってことですか。こういうのできますよ、ちゃんとした設定をすれば。あ、これかわいい、寿司買ってきたぞすごい、ありがとうございます。ここは洋裁用具のコーナーなので、はい、ここもひたすら種類ありますね。でもここはなんか生活にも密着したものなんですか。密着してます。もう皆さん一度や二度もう見たことあるものばかりだと思います、はい、で、あっちにこのミシン用の糸とかあるんですか。そうです、洋服の色に合わせて、種類に合わせて、あのシャッペスパンみたいな。シャッペスパンは有名ですよ ね。トビーでも知ってますよ、シャッペスパン、うん、シャッペスパンある。これなんかミシンに使えないのってなんかこう、このぐるぐるの方向が違うみたいな。S よりと Z よりとあるので。さすが詳しい。さすが詳しい。そこはまたお店で来ていただければ説明できますけど。ね、いやー、いろんなものが、これね、あのトビーもあのうちの、はい、トビー家の補修用具入れに、はい、これ入ってますね。まあ、そんな状態ですね。はい。まあ、これも便利グッズというか、あればあったですごく便利なので。ね、そうっすよね、うん。ビーズもありますけど、糸にもこういう見本が。いや、もう本当にさっき生地屋さんですねって言ったけども、生地じゃないものもたくさんに合わせた糸ですよね。あ、そっか、そう、縫う時に使うに合わせた糸です。あ、でも最近流行りのインド刺繍リボンも、インド刺繍リボン、やっぱこれ売れてるんですか。売れてますよね。これなんかすごい流行りですもんね。このなんかこういうバッグのここにちょろっとこう縁につけたりですね、こうサッと入れるだけでね、一気に可愛くなりますもんね。え、ちょっとびっくりした。え、ここに東宝があるじゃないですか。あ、梵天、梵天がここにある。ずっとあります。いや、それ一度もこのフロアに、あの足を踏み入れたことが、いや、入ったことあるけど、今初めて気づきました。あるあるですね。あるあるです。はい、ビーズじゃなくても使うものなの、バイアステープ、レースと。いやー、すごいな。こっちに来るとレザークラフトとか、はい、鎌口とか刺繍、刺し子ですね。すごい、ここレザーがあるんですね。レザーです、本革なので。これでもうないものがなくなりましたね。なくなりました。なんていうのかな、今レザーどこにあるのかなと思ってたんですよ。この生地の中のレザーって1階にもあったりするんですか。実はレザーは1階にある、まあ、ここですよね、ここですよね。合皮とかはこれでもう全部全部全部ここはクロスステッチ。そうですね、今刺繍コレクションをやっている最中なので、
これもなんかやっぱずっとクロスステッチってずっとやっていくのと癖になってくるんですよね、うん、癖になってくる、こうチク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 やっていくと、すごい。この辺はじゃあ刺繍のコーナーなんですね。刺繍のコーナーでそのまま続いて刺し子、小銀刺しと。お、最近我々もビーズ刺し子を頑張ってるけど、ここが刺し子か。そうですそうです、刺し子も人気なんですよね。刺し子も人気ですね。かわいい。これももう刺し子用の糸なんですね。そうなんですよ、普通の手縫い糸みたいな状態になってます。もう刺し子糸って書いてるもん、うん、じゃあ専用の糸なんだこれって。そうです、ね、太さとかそういうのが、うん、こっちは可愛らしい、チクチク羊毛って書いてるから。へえ、あ、チクチクのあれがありますね。ありますね。こんなのなんだな。もう何でもありますね。何でもあります。これはすごいわ。何でもあります。結構もしかしたらもうこれだけの規模だと北海道でも離れたところから来る人もいらっしゃるんですか。あ、もういらっしゃいますよ。函館の方とか苫小牧。函館、え、函館ってどれぐらい離れてるんですか。 JR で皆さんいらっしゃいますよね。函館からもう数時間かけてきてるので。じゃあやっぱり1回に買ってもらう量もなんか多いんじゃないですか。多いので発送するんです、持って帰れないので。あ、買って帰ってもらって発送のパターンなの。発送のパターンです。じゃあいよいよあのビーズも置いてある4階に、はい、来ました。ここ毛糸降り立つと、エスカレーターで降り立つと、はい、全部一面毛糸なんですけど。わー、わー、すごい。なんですけどこれやっぱ夏用の糸とかなんですか。今は夏用の糸と冬用の糸が混ざってる時期です、はいはい、これ全然わかんないけど、やっぱ夏の着るものに使う糸ってことなんですか。夏の医療の糸、もしくは夏の、こんなのはやっぱ夏用の、もう夏用のものです。今は本当に混ざってる状態なので、はい、まあ、こういう新作のね。そうですよね、今から作ると着るの冬とかになるかもしれないですもんね。だからちょうど今の時期はそういうことか。来年のために今夏物を編んでるっていう方も多いので。あ、だから今両方ある時期なんですね。そうなんですよ。本のコーナーがあって、はい、ベビーの毛糸のコーナーがあって、はい、こちら側も今ちょうど商品を入れ替えてる最中ですね。確かにこれシーズン性があると、うん、やっぱこう定期的にこうやって入れ替えるんですね。定期的に入れ替わってます。でもこんなに種類があって、こう、え、毛糸は5段糖、5段糖です。一番得意です。え、毛糸なんかだとなんかビーズニッティングってなんか北欧とかではなんかすごくやってる方いらっしゃるみたいで、日本でもいつか流行ってくれって思ってるんですけど。流行った記憶がちょっとだけある。あ、そうですか。ちょっとだけある。あ、なんかね、このアームウォーマーとかね。アームウォーマーとか、そうですよね、うん、またあとは、はい、来てくまたそういう時が来てくれるのを発信しますか、はい、いや、あとね、なんかちょうどさっきのね、あたりにまた浜中さん、はい、浜中智子さんには、ね、ビーズラジオに出ていただいたこともあってですね、はい、そうなんですね。そうなんです、私浜中のアンバサダーです。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなのあんの。浜中アンバサダーです。本当、マナちゃんじゃんこれ。そうなんです、マナちゃんですよねこれ。アンバサダーで、はい、あ、だから一番得意って言ってんだ。あ、そういうことですか。この辺は、この辺はパッチワーク、奥はもうキルトとか、はい、ちょっとブランドものとか、ユーバ商店さんのね、ものとか、ものとかあるんですね。リバティさんとかね。そうです、そうです。へえ、この辺もキルトとかパッチワークやる方の。そうですね、ただここもあのお洋服の生地。あ、確かにこれいきなり洋服ですもんね、うん、フォークしてください。はい、編み針にちゃんと編んでるものをくっつけてある見本なので。これはあれですか、もう赤田さん考えた。そうです、もうこれはもうあの何を作っていいのか。あ、輪針、輪針の見本。はい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 、この間にね、実際こうなったやつね、ものをくっつけている。詳しくわからない方のために。確かにこれ小さいやつは靴下とか、靴下とか、トミも一回ゴルフのヘッドカバー編んだことあるんですよ。あ、なかなかなもの編んでますね。でもね、なんかあのあまりにきつく編みすぎて、うん、ここがなんか全然なんか広がらないみたいな。広がらないか、ヘッドが入らない。入りましたけど、なんとか入りましたけど。ああいう提案なんかはもう、はい、皆さんのアイディアで作っていくんですね。そうです、そうです。あとはお客様の声ですね。へー、カットクロスとか。ここはカットクロス。あ、でついにここにやってきましたね。ついにあのもう最後の最後、なんかここに、うん、じゃあビーズの方もぜひ、ね、はい、ご説明いただけたら。はい、東宝さんのクイーンビーズのマルショー、マルダイを中心に、中心に、はい、その他グラスビーズ
パールとか。本当ですね、こうパールも入ってますね。ウッドビーズとかスパンコールなんかも扱っておりまして、そして、はい、つい先日入荷してきました、ね、ついにビーズ刺し子が、刺し子がちゃんと入ってきております。ありがとうございます。人気、あ、まだね、これからでしょうけどね、はい、ありがとうございます。あとここに、あ、ここにこれも今一番あるマテリアルズが入ってますね。入ってますね。ちゃんとここに蔵出しビーズも、はい、蔵出しビーズもこちらの方に、ここから、いや、ありがとうございます。両面で、あ、すごい今綺麗な色が、本当だ、綺麗、すごい蔵出しビーズもね、本当に今あの、ね、おかげさまでよく売れてて、すごく支持をされてる、ありがとうございます、うん、でクイーンビーズもこちらの方にあって、あとトビーね、これ、あ、ここ、ここもありますね、ありがとうございます。お、ピカットビーズ、トビーね、最近ね、ちょっとこれ気になってるんですけど、 これってどうなんですか。ガシャガシャするタイプ、はい、これコッカさんですよね。コッカさんです、これなんかすごいかっこいいなと思って、すごい気になってるんですけど、これってトビー多分したら似合うと思うんですよね。トビーが似合うかどうか、あの、違うんですよ、これ全部するんじゃないですよ、はい、途中途中だけ、はい、この鎖をつないでいく、これ面白いですよね、うん、これ最近ね、時々見て、これすごい面白いなと思って、ここちょうど売り切れてるけど、よく出てるんですね。よく出てますよ、特に最近だとやっぱりネオンから。そうですか、あ、奥にミニプッシュもこんなに、ありがとうございます。あ、いた、いた、この子がね、どうやらね、一番人気みたいですよ。あ、あの、日本、まあ、世界中というか、まあ、トータルで売れてる数でいうと、これが一番人気なんですね。じゃあ世界ナンバーワンってつけておくのがそういうことじゃない。でもここではこれがよく売れてるんじゃないですか、もしかしたらね。へ、いやいやいや、じゃあこの辺にはまあレジンのコーナーもあって、いや、ということでね、いろいろこうお話聞いてきましたけども、もう赤澤さんにとってこの手作りって何なんですか。そんな質問をする、されることに、する予定だったんですか、はい、癒しの時間、癒しの時間ですよね、なんかやっぱりこう手作りすることで、うん、トビーもたくさんの人とお話してきたんですけど、うん、手作りがあったから立ち直れた人っていうのもね、なんか本当にいらっしゃるみたいなんですよ。あ、やっぱりそうですよね、何もなくてもね、癒されればいいですもんね、うん、いいと思います、本当に。だからこれまでずっと1階から4階まで見てきましたけども、はい、もう金谷さんはとにかく生地のデパート、そしていろんな素材があって、一番上にはビーズがあると、トビーの遊び場ですよということで、あの、ここのアクセスだけ一応あのお話し、はい、いただきたいんですけども、トビー実は大通り駅からそのまま直結だっていうところ、近くで言えば路線が東方線、はい、36番出口、カナリアって書いてあるんですよね、カナリアって書いてある、直結です、36番出口直結です、はい、いや、これはね、きっとね、北海道まで旅行に来た手芸大好きな人も一回来た方がいいですね、ぜひいらしてください、ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、ということで、もう1階から順番に、本当にお疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございました。賞金30万円は誰の手に、インターナショナルビーズビエンナーレ2024、世界のビーズアートに出会える祭典、皆さんもぜひご参加いただけませんか。世界中からご応募可能でございます。一次審査はウェブから応募できます。無料で参加できますのでよろしくお願いします。詳細はビーズビエンナーレで検索してください。皆さんこれから作ると思いますので、応募の期間は2024年4月の3日まで準備しております。皆さんぜひぜひビーズアートの祭典に参加してみませんか。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。